ボクサーはアメリカ海軍のエセックス空母艦で同級空母としては16番目に収益した。その名を持つ艦としては5隻目。米英戦争でエンタープライズ号が打破したイギリスの軍艦ボクサーにちなむ。ボクサーはバージニア州ニューポートニューズのニューポートニューズ造船監督者で建造される。1944年12月14日に ルース・ディ・オバートンによって命名、浸水し、1945年4月16日に DF ・スミス艦長の指揮下収益した。ボクサーはその完成が遅れ、第二次世界大戦には参加できなかった。1945年8月にサンディエゴで太平洋艦隊に加わり、1945年9月から1946年8月23日まで。 太平洋西部で第77機動部隊の機関としてグアムから展開した。この活動中にボクサーは沖縄、フィリピン、中国を訪れた。ボクサーは1946年9月10日にサンフランシスコに帰還し、西海岸からの平時任務に従事する。1948年3月10日、ボクサーは FJ-1 フューリーの最初の着艦を行う。 1950年1月11日には極東へ向けて出港し、その年の前半を第七艦隊に所属、活動する。6月25日にはサンディエゴへ帰還している。朝鮮戦争が勃発すると、ボクサーは航空機運搬任務に従事する。1950年7月14日から22日にかけて、ボクサーは150機の空軍及び海軍機、1000名に、 及ぶ兵員を8日と半日で太平洋を横断して送り届けるという記録を作った。キロは7日と10時間36分という記録を打ち立てている。短期間の修理の後、8月24日に極東へ展開、第77機動部隊に加わり航空支援を行っている。ボクサーは関西機で2川上陸作戦を支援し、11月まで 地上支援を行った後オーバーホールのため西海岸へ帰還した。ボクサーは1951年3月2日にサンディエゴを出港し2度目の朝鮮半島への展開を行う。再び第77機動部隊に加わり地上部隊を支援した。1951年10月24日にサンフランシスコに帰還する。1952年2月8日に3度目の展開を 行い、6月23日、24日には北朝鮮の水力発電所に対し関西機での攻撃を行っている。8月5日に格納庫で火災を生じ、9名が死亡、2名が重傷を負った。その後横須賀で応急修理を行い、9月25日にはサンフランシスコに到着、1953年3月まで修理が行われた。 1953年3月30日には極東に向けて出港し、1ヶ月後に活動を始める。ボクサーは朝鮮戦争での最後の作戦活動に参加した後11月までアジア水域で活動した。朝鮮戦争終了後は西海岸で活動した後、極東への3度の航海を行っている。1952年10月にはクバ -21 に、 監視変更が行われた。1956年前半に、ボクサーは、対戦水艦作戦支援空母に、再び監視変更される。その後、1956年から57年にかけて、西太平洋での最後の活動を行った。1957年後半に、ボクサーは、実験的に攻撃ヘリコプター母艦として海軍を呼び、海兵隊によって、短期間運用された。 1958年にボクサーは太平洋上での核実験、ハードタック作戦で機関を務める。同年後半、ボクサーは臨時教習用陸艦として大西洋艦隊に配属。1959年1月30日には正式に LPH-4 として艦種変更された。ボクサー級教習用陸艦として搭載兵員数、 約1300名、ヘリコプター30機を搭載した。また、1962年には近代化改装を受けている。1960年代には、ボクサーと海兵隊及び輸送ヘリコプターといった組み合わせにより、アメリカ海軍の戦略において重要なコンポーネントとなる。ボクサーは1962年のキューバ危機や1965年の ドミニカ共和国での内戦を含むカリーブ海水域での核作戦に参加した。1964年後半にはオペレーションスティールパイクに参加するためヨーロッパ水域に展開している。1965年の中頃には航空機輸送任務に従事し200機の陸軍ヘリコプターや航空機をベトナムに輸送している。ボクサーは AS-201 ミッションでの回収艦として1966年2月26日にアポロ計画での機関船を回収している。また1966年3月にはジェミニ計画での第一回収艦として予定されていたが、ジェミニ8号が緊急事態を生じて太平洋西部に着水したため、その任務は行われなかった。その後ボクサーは、 海兵隊の航空機を運搬するため二度目のベトナムへの航海を行っている。ボクサーは1969年12月に退役し、1971年2月に廃棄のため売却された。ボクサーは朝鮮戦争での戦功により八つの従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。